透明に火が灯りましたナイトゲーム、まもなくスタートです。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。広島東洋カープ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。今日初先発のルーキーに当然期待をかけてますよね。そうですね、まあ、どういうピッチングをするのかもう非常に楽しみですよね。そうですよね、ぜひ注目してみたいと思います。まずはカープの先発森下がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。大島が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。初球は何から入ってくるか。高め、空振りです。ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。さあ3球目は何か。3球目見送っています。ボール。次が4球目。引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている京田。まずはワンアウトを取っています。さあまず1球目。アウトコース見送ってストライクです。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ。ショート取った。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには阿部。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい。これは見送ってボール。これは変化球。これで3ボール。まあこのカウントは狙ってくるタイプのバッター相手にはより厳しいところに決めたいですね。はい。打ちました。田中一塁を送ります。ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたからここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。外れました。空振り三振。ここは投げ勝ちました。ピンチをしのぎました。先制のチャンスがあったドラゴンズですがそのチャンスを生かせませんでした。
打順の組み立てというのは難しいと思うんですが、このあたり西さんはどのように考えてらっしゃいますか？そうですね、1年間のシーズンを考えると選手の波もありますからね、その辺を見極めて打順を組み立てるというのは難しいでしょうね。そうですよね、監督の大きな仕事の一つです。バッターは西川。さあドラゴンズはエースが登板ということになります。さあそのエースをカープ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。アウトコース、ストレートが決まっています。インコース、ボール。次が3球目、打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、打ちました、セカンドが取る、アウト、ツーアウト。バッターボックスは3番堂林。ツーアウトランナーありません。この回のカープ打線ですが、早くもツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。これが初球、初球空振りです。これが2球目、打ちました、センターライナー、掴んで3アウト、チェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。2回表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックス高橋。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。アウトコース決まってストライク。スピードボールを持っています。インサイド落ちました、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。まずは見送り。高いですね、低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは7番に入っている福田。ワンアウトランナー一塁です。さあ初球は何か。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。いいところへ決まります。3球目は何で来るか。さあ追い込んで次は何で来るか。ピッチャー有利のカウントですから、
外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。打ちました。センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく。ファーストランナー、セカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達か。ピンチになりました。ワンアウト三塁二塁です。さあ、カープ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。さあ、そのマウンド上の森下、このピンチをどう切り抜けてくるのか。初球は何で来るか。打ちました。セカンドゴロ。セカンド取った。一塁へ。ツーアウトになりました。ドラゴンズ1点を先制しました。アウトの間に得点。1対0。序盤から試合が動いていきます。さあ、バッターボックスには先発の大野が入っています。まあ、ここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。うん、そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。まず何を投げてくるか。見送ってまずはストライクです。きっちりと見極めました。アウトコース、これは見送ってボールです。4球目は何で来るか。引っ張った。打球はライトへ。鈴木が掴んで3アウトです。しかし、この回ドラゴンズ見事な攻撃でした。1対0。ドラゴンズ先制です。2回の裏になります。さあ、カープ、この回は4番から始まります。鈴木が打席に入ります。カープ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ、早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ショートが構えます。強打抑えてワンアウト。バッターは5番松山。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは大野、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。インサイド打ちました。これはセカンドライナー。打席には6番バッターグレー。ツーアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。落ちるボールはこれは外れています。これが3球目。直球で決めました。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。ファウルになります。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。2回の裏、1対0。ドラゴンズが1点をリードしています。3回に入ります。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。大島がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。カープ1点ビハインド。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。2番バッター強打。
まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。高めのボール、ライン際へ打ち上げています。レフト掴んで2アウト。打席には3番バッター阿部。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。高めに外れます。高めストライクになります。ワンボールツーストライク。ファウルになります。この球は外れています。打ちました、痛烈。これはショートライナー。この回ドラゴンズ三者凡退です。1対0ドラゴンズが1点をリードしています。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか？もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、まあ、そんなボールがキレがいいということですね。なるほど。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。インコース、ノーボールツーストライク。3球目打ちました。強打が抑えています。ワンアウト。8番バッター田中、大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球ボール。インコース変化球決まりません。ボール先行です。さあ3球目は何か。低め146キロ。打ちました。センターへ打球伸びる。センター掴んで2アウト。ピッチャーに打順が回って、先発の森下がバッターボックスです。まあピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。インサイド打ちました。ファウルになります。次が2球目。バットは動きません。よく見ています。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終了1対0、1点リードはドラゴンズです。
小宮山さん、ルーキーですがここまで上々の立ち上がりと見ていいんじゃないでしょうか。もう本当に落ち着いて投げてるように見えますよね。本当にそうですよね。最初は変化球できました。ボールになります。ファウルになります。さてバッターボックスのビシエド、どういったタイプのバッターでしょうか。左キラーと言っていいんじゃないですか。パワーもありますから左ピッチャーにとっては怖い存在ですね。そうですか。これが4球目。インコース打ちました。いい当たり、センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。5番バッター高橋。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。インサイド落ちました。これはどうだ。ライトの前、あっという間にライトへ。二塁はセーフ。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には平田が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけませんから、しっかりと腕を振って強気にいきたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。スライダー外れてボール。外のボール打った。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。右中間へのヒット。これで3連打。ここで点は取られたくないですね。さあこの場面で打席には7番の福田が入っています。ここは三振が取れれば。変化球打った。ボールを拾って一塁へ。一塁アウト。ドラゴンズ追加点を挙げました。2対0になりました。カープなおも三塁二塁のピンチ。打順は8番木下。カープこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。次が3球目。高めいっぱい見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクです。まあここはストライクからボールになるチェンジアップで空振りを取りたいですね。ああそうですか。危ない球です。3ボール2ストライク。小宮山さん、三振を狙うためにストレート、センター前へ抜けていく。ホームへ。サードランナーがホームに帰ってきました。ドラゴンズ追加点3対0。カープなおも三塁一塁のピンチ。さあ打席には先発の大野が入ります。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。
さあそしてバッターボックスには大島が入っています。さあ2アウトにはなりましたがまだピンチは出していません。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。振り遅れてますね。そうですね。3球目は何で来るか。打ちました。サード取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズ2点を追加しています。3対0、ドラゴンズのリード広がっています。カープ4回裏の攻撃になります。バッターは西川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ西さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。インコース打ちました。いい当たり。これはどうか。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には菊池が入ります。さあここは追い上げておきたい場面。まあこういう場面で返しておかないと後が苦しくなって。引っ張った。三遊間抜ける。ホームに送球する。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには3番堂林。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあカープその得点差を詰めていこうかというところ。甘い球見逃しちゃいましたね。そうですね。ここは点差もありますから。打ちました。ショート取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト。カープ1点返しました。アウトの間に得点。3対1、カープ2点差に詰め寄っています。打順は4番鈴木。カープ点差を縮めてきました。西さん、ここは追い上げたいですね。いやこの初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。大島が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。4回終了3対1、カープが追い上げを見せています。5回に入ります。ドラゴンズの攻撃、2番バッター京田。今日は盗塁を決めています。カープビハインドで迎える5回です。初球ストライク。これが3球目。引っ張った。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。3番バッター阿部。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。いやアウトになりましたが、いい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですか。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはカープが森下、そしてドラゴンズが大野、この2人の投げ合いとなっています。バッターボックスは4番ビシエド。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。内へ低めの変化球、あっという間に2ストライクです。さあ3球目は何か。3球目見送っています。ボール。
さあ4球目は何か。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。3対1ドラゴンズがリードしています。西さん、試合中盤に差し掛かってきたわけですが、やはり接戦での試合展開になってきましたね。そうですね、あの面白い試合なんですけどもね、まあバッター陣もうちょっと頑張らないといけないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、そうですか。入れました、ファールボール。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。大野抑えてワンアウト。バッターボックス、グレン。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的に行ってほしいですね。そうですよね。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。内へのボール球、空振りです。ノーボール、ツーストライクです。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。見逃して三振です。ツーアウトになりました。打順は7番、坂倉。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ボールになります。ちょっと合わないようです。ワンボールツーストライク。切れていきます。ファウル。ちょっと振り遅れましたね。打ちました。これはセカンドライナー。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって3対1ドラゴンズがリードしています。バッターボックスは5番高橋。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。最初は変化球できました。外への変化球外れました。ボール先行です。次が4球目。ボールになります。次が5球目。入れてきました。3ボール2ストライクです。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。
バッターは6番平田。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあどう来るか。外に決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには7番福田。先ほどの打席で打点を挙げています。初球打ち、これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。さあカープ、得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の森下、この状況にどう対応してくるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。これで追い込みました。まあ、早めに追い込めたんで、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった、うちのボール打った、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズ追加点を挙げました。4対1、カープ、さらに三塁二塁のピンチが続きます。さあバッターボックスには先発の大野が入っています。調子は悪くはないですから、次の回もということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これが2球目、釣り球、しかし誘いには乗りません。ここもアウトハイへ、ボールになります。4球目は何で来るか。決まった、高め、外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。5球目は何で来るか。ここは決まりました、見逃し三振です。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト、ランナーは変わらず三塁二塁です。打順は1番に帰ります。バッター大島。カープこの回1点を失っています。さあ3点を離され、なおもあっとデッドボールだ、当たってしまいました。やはり痛めました。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。さあそしてバッターボックスには京田が入っています。さあなおもピンチが続き満塁の場面、ここでしっかり食い止めたいですね。また初球打ち、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。4対1、ドラゴンズのリード広がっています。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは8番田中。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打ちました、強打、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の磯村、まずはワンアウトを取っています。
初球ボール。落ちる球できました。ボール先行です。落ちる球を持ってきました。ストライクが入りません。高めのボール、右中間へ打球伸びる、ライトが取りました。ツーアウトです。打順はトップに帰って西川、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく引っ張った、一塁線破っていった、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは2番菊池、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。牽制、一塁はセーフ、ボールになります。次が3球目、インサイド落ちました、取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。6回終わって4対1、ドラゴンズがリードしています。これから7回ドラゴンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。菊池が2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。小宮山さん、今日はルーキー残念ながら降板してしまいましたが、彼にとっては今日は忘れられない日になるでしょうね。まあそうです。初球打ち、大きな打球になった、これはどうか、まんまん中、左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。阿部、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席にはビシエドが入ります。さあ追加点は許したくないところ。ここで離されると難しくなってきますから、中期のピッチングで切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。チームの隙を上げてくれるようなプレー、難しい打球、サードよく抑えました。これでワンアウト。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあここで離されないためにもね、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには5番の高橋が入っています。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ち上げた、高い打球、キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには平田が入っています。さあ2アウトながらピンチは続きます。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。なるほど、そうですよね。さあ2球目は何か。これは綺麗に落として決まっています。3球目は何で来るか。うちのボール打った、このフライはどうだ、落ちるか、掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対1、ドラゴンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。これが1球目、打ちました、ビシエド、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには4番鈴木、
先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね、期待しましょう。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の相澤、ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が2球目。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。ボールになります。これが4球目。引っ張った、サード取った、二塁へ、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7回終わって4-1、ドラゴンズがリードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。中村が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。福田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。カープビハインドで迎える8回です。初球打ち、ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。8番バッター木下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーなし。外、低めのボール、いや、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。低め、アウトロー外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。見逃して三振になります。バッターボックスには代打の堂上。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。インコース詰まりました。ここはフライになっています。グレン掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。4-1、ドラゴンズがリードしています。ドラゴンズ8回の裏、カープの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江が2番手としてマウンドに上がります。打席には6番バッターグレン。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。カープビハインドで迎える8回の攻撃です。
リスさん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあやっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。いいボールですね。アウトコースのストレート、力があります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。痛烈、これはセカンドライナー。7番バッター坂倉、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたよね。まあタイミングが合ってると思うので期待したいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。内へ低めに変化しました。3球目、いいボールでしたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。打ちました。これはどうだ。祖父江、アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の長野。ツーアウトランナーありません。これが初球。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。これは入っていました。ノーボールツーストライク。これは内へ外れます。さあ勝負してくるのか。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって4対1、ドラゴンズがリードしています。これから9回、カープに選手の交代がありました。先ほど代打いたしました長野、そのまま小宮山さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですが、どういったピッチングをすれば流れが引き込みますかね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング、期待かかりますね。低めはこれは入っていました。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。高めのボール、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、センターが取りました。バッターボックス強打、今日は盗塁が一つあります。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。
ボールになります。変化球わずかに外れました。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となる。バッターボックスには代打の福留。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。この状況であればね、点差を広げておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。一塁ランナーはそのままです。走ってはきませんが、一塁ランナーは俊足です。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。カーピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、4番バッタービシエド。カープ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ点差は離されたくないこの場面。打ち上げました。このフライは切れそうだ。スタンドに入ります。このピンチ空振り三振に切って取りました。ツーアウトになっています。ランナーは変わらず二塁一塁です。さあそして打席には高橋が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここは我慢のピッチングですよ。なるほど、そうですね。狙いは良かったと思いますね。振ってきません。外れています。これは見送ってボール。さあ4球目は何か。しっかり捉えた。落ちた。ヒットになる。バックホームする。センター前ヒット。これで3安打猛打賞。ここはこれ以上傷口を広げたくないですね。さあこの場面で打席には6番の平田が入っています。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ3球目は何か。空振り三振。ここは投げ勝ちました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対1、ドラゴンズがリードしています。最終回カープの攻撃です。そしてドラゴンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。さあ初球は何か。初球ボール。
低めのボール入りました。146キロ。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター西川。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。さあ守護神福がカープ打線の前に立ちはだかります。まあピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。インハイ決まっています。アウトロー外れます。外の低めです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。インコース落としました。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。まあフォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。さあランナーをどう生かしてくるか。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。高めに持ってきました。追い込まれました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ファウルになります。打ちました。痛烈。これはセカンドライナー。バッターボックスは3番堂林。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。初球わずかに外れてボール。2球目は何で来るか。入りました。一塁送球。これで3アウト。試合終了になりました。残念ながらカープ敗れてしまいました。小宮山さん、今日先発したルーキーですが、ほろ苦いデビュー戦となりました。ただこういった経験、詰めたことは大きいんじゃないですか。まあ、そうですね、非常に貴重な経験したと思いますし、まあ、デビュー戦なんでね、もう一生忘れないでしょう。そうですね、その悔しさを胸に次の登板で戦ってほしいと思います。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。